どうも、ブカバリです。スニーカー、ホッスリホッスリということでね、はい、本日はね、まあ、先週かな、うん、多分、そうですね、ニューバランスの1700を、購入したんですけれども、その時にね、まあ、店内の様子もね、ちょっと、まあ、どんな感じの方が売ってるのかな、感もあって、まあ、ちょっとね、店内、動画にね、撮らせてもらったんで、こんな感じだったんだよがね、お伝えします。それでは、どうぞということでね、はい、ニューバランス、原宿ですね、ど真ん中です、原宿の、にある、ところで購入したんですけど、店内こんな感じですね、ブワって、まあ、もちろんニューバランスなんでね、ニューバランスの靴がブワって並んでます。はい、トリコロールカラーのニューバランスの1500とか、かっこいいなと思ってて、って感じたっすね。でも結構やっぱ3万円近くだった気がします。あと原子の、とかね。なんか、あんまりこう自分が知らないだけでね、あ、結構かっこいいのあんじゃんっていう印象です。あと UK の576とか、ね。あとまあ、ニューバランス言ったらグレー系が多いですよね。まあ、すごいなんか、そのグレーですよね。やっぱニューバランスって言ったら。うん。そうです。あとはこの辺は1300とかありました。あとはこれ、オレンジとブルーのやつ、これ可愛いですよね、配色が。これもちょっと可愛いなぁ感だったですね。はい。あと、サンダルも、充実してました。はい。このね、なんかスリッパみたいなね、ニューバランスもね、ちょっとね、これ可愛いですよね。なんか、形が珍しい感というか。なかなか見ないですよね。あとこの辺はトレッキングとかなんかこうカジュアルなやつとかいろいろありました。これね、あのトレッキングですね、ニューバランスの。これなんかあのね、吉祥寺のアパートメントさんがこうね、流行らせたんじゃないかな感のこのトレッキングありました、ニューバランスの。はい。あとはね、まあ、僕的にちょっといいな風味なんじゃないかな感のこのね、なんか色が良かったです、この緑の。なんすかね、このなんか。なんとなくの色ですね。もう直感ですよね。これなんていうやつかな ?850 かな、はい。あとなんだろう、なんか、ちょっと、ニューバランスっぽくない配色だけど、青、黄色とか。あと、まあ、すげえ売れてるのが、やっぱりニューバランスって言ったら992ですよね、最近ね。992がすげえ売れてるらしいです。超売れらしいですよ。バカ売れっていうのかな。はい。これも多分2万5000とかそんぐらいだったな。あと990もスーパーバカ売れしてるっていう、この。今超流行ってますもんね。990、992あたり。ね。大人のスニーカー感性やっぱりこう3万近くするから2万5000ぐらいだっけ?ちょっと覚えてないけど。あと996。もう土定番というかね、もうなんだろう。まあ使いやすい。癖がない感じの996が、まあ、使いやすい風味感。あと、N のマークがこうビリビリって剥がれて交換できるタイプで N のマークで遊べるタイプのやつ、その日に発売だったらしくて、どうやら限定商品だらしいです。あとね、可愛い配色のナイロンジャケット、ちょっとシトラス感の色じゃないかなが、ね、シトラス感ありますね。あとね、子供用のねスニーカーも結構充実していて、ものによってはね 30% オフとかでこうセールしてるんですけど、そうですね。この黄色いのとかすごい可愛かったです。僕的に。ね。で、5000円ぐらいだったかな、確か。あとね、ニューバランスの T シャツってあんま僕見たことないけど、なんか、プリントがなんかすごい可愛かった。この2枚とも。あ、これかっこいいなって普通に思ったよ。サイズまで確認してなかったけど、もう1700のことで頭いっぱいだったんだよね。だからもう、頭の中いっぱいで、もう、他見、もう、ちょっとゆっくりしないで、もう、1700っていう頭だったから、まあ、他のとこあんまゆっくりできなかったんですけど、まあ、ちょっとね、機会を見つけて、またね、改めて行きたいな、風味なんじゃないかな、感でしたね。本当にね、なんだろう、ニューバランス確か4階建てかな ?3 階建てぐらいまであって、結構こう、なんだろう、目新しいというか、あまりこう、目にしない商品が結構あったんで、だから、オンラインとかで売り切れてても意外とこう店頭にあったりすることがある風味なんじゃないかなかもあったりとか、なるべくできる限りやっぱ店頭で買いたい風味なんじゃないかなかだから、
一応店頭に行ってみて、お店の雰囲気もそんなにこうガチャガチャしてなくて、大人感というかね、大人感ある風味感のうち落ち着いてる雰囲気で、すごく居心地の良いお店でした。でね、店員さんの対応もすごく良くてね、またね、ぜひちょっとね、近くに行った際はまたニューバランス、原宿行ってみたいと思います。ということでね、もしね、ニューバランス原宿行ってきたら予想お伝えしました。以上です。どうー。